よう、お前ら、俺様だ。今日も太陽がボンボン漏れてますね。はい、ニュースですね。千葉県柏市で教頭先生が逮捕されました。なんで逮捕されたかっていうとね、もちろん悪いことをしたからです。どう悪いことをしたかっていうとね、無免許運転をしてたらしいですね。なんとね、この教頭先生はね、もう何年も免許を持たないまま運転してたそうです。ね、びっくりマンボウですね。びっくりして目玉が飛び出てしまいますね。そう。大学生の頃、教習所に行ってたんですけど、途中でなんか怪我をして、挫折しちゃったらしいですね。それ以来ずっと無免許のままで、で何年も、何十年もかな。ね。無免許運転を続けてたらしいですね。で、柏市の自宅付近の路上で軽自動車を運転中に、検問中の警察官に現行逮捕されたということなんで、まあ、ね、たまたまバレちゃったって感じですね。まあでもいつかはバレますよね。で、押収されたこの容疑者の車にはカラフルなキャラクターもののカバーがかけられて、車内にはサングラスや腕時計もあったみたいですね。まあカラフルなキャラクターものっていうぐらいですから、おそらく地盤屋のおしっこ色とかね、まあいろいろな色があったんじゃないかなと思います。で、このね、容疑者は保護者によると普通に明るくていい先生だったらしいですね。はい、ということでね、お前らも無免許運転はしないように気をつけましょう。それではさようなら。ボーボー。